私もかつてはバリバリの社畜でした。いや、社畜以下、まさに奴隷でした。年間休日は数日。毎月の給料はもらえるものの、いつ給与支払いが止まるかわからない毎日。いや、いつ給与支払いが止まるかわからないなら、まだましです。いつか給与が払えなくなるのは確実だとわかりながら働いていました。なぜなら、私は家業の手伝いをしていたからです。 経理をやり雑用して運転手もするボロボロの家業の後取り息子。業種は理念サプライ。年賞1億円。借入れ金3億円。当然赤字です。借入れ金の使い道は機械と理念の仕入れと運転資金。この数字と中身を聞けばビジネスをしたことがある人が見れば絶望的な数字だと一目でわかります。そして当然の結果として倒産しました。 その後に東京に出てフリーターを経てから社畜となりました。月の休日は数日。勤務時間は朝8時から夜10時まで。鈴みの涙の営業手当がつくので残業代はゼロ。それでもらえる毎月の給料は風呂なしのアパートにしか住めない金額。これじゃあやってられないと転職しました。今度は月の休日は数日。 勤務時間は朝9時から夜9時まで1日300本以上の電話をする電話営業1日300本のうち60本程度は怒鳴られたり罵詈雑言を浴びせられますそれでもやっと風呂付きのマンションに住める給料をもらえるようになりましたそして数年が経ち年収1000万円を超えることができました23歳で年収1200万まあこれで不満があれば贅沢な気もします しかし、満員電車が嫌だった。1000万の価値しかないマンションを3000万で売るのが後ろめたかった。15年以上働いているのに独立企業しようと思った時に何をしてどう稼ぐのかわからなかった。そんな状態で稼ぎは増えたものの鎖はついたままの社畜でした。輸出ビジネスに出会ってやっと自由になりました。自由になるためには自力で稼ぐスキルが必要です。 私はインターネットを使って稼ごうと決めてから実際に稼げるようになるまで大変な回り道をしました。稼ごうと決めてから実際に収入を得るまでに3000万円以上の無駄金と3年の月日をかけています。あなたには回り道をせず最短距離で稼いでほしい。そんな思いで輸出サポートを提供しています。私はコンサルティングや塾、情報商材を買って学んだ経験から 大きな不満がありました。巷にあふれる副業、アフィリエイト、情報発信、投資のノウハウは再現性がとても低い。気軽に質問してちゃんと答えるサポートが欲しかった。先生には簡単なことでも、初心者の私では正解にたどり着くまでが大変だった。それは前にも答えましたね、とか、それぐらい調べれば簡単にわかりますよ、などという返事でなく、 簡単なことでもきちんと答えて欲しかった。稼い方を教えて欲しかった。先生が稼ぐ片手間ではなく、教えることに真剣な人に私が稼げるように指導して欲しかった。戦略づくりの手伝いが欲しかった。先生や誰かの稼いだ方法ではなく、私に合った稼い方を教えて欲しかった。頑張り屋の経験に基づく情報は、 怠け者の普通の人には実践できない。だいたい情報発信をするほど稼いでる人は、とても頑張り屋さんが多いです。起業当時は寝ないで働くのは当たり前。わからないことは安易に人に聞かず自分で調べる。そして、どうしてもわからないことだけを質問する。そうしないと力はつかない。自分もそうしてきたし、自分から教えを受ける人もそうあるべきだ。まあ、そんな姿勢です。安易な質問をしようもんなら、 冷たく突き放されるのがオチです。そうなると質問もできずまたほとんど質問を受け付けないため役に立つアドバイスを受けることなどできませんはっきり言ってサポートを受ける価値を見いだすことができませんインターネットにつながったパソコンを使ってどう稼ぐのか右も左も分からなかった当時の私が会いたかったサポーター頑張り屋じゃなくて普通の努力しかできない私でも 無料せずに取り組んで稼げるビジネスモデルを教えてほしい。わからないことは聞けば教えてくれる。あなたが調べたことも確認のために正しいかどうか質問して実行前に確認できる。ずっとサポートを受ければ稼ぐために効率の良い最新情報が手に入る。私がしてきた無駄な苦労をしなくて済むようにアドバイスする。あなたが馬鹿げた質問、くだらない質問、 甘えた質問ししててもちゃんと回答してくれる。それなら気軽に質問できてまた外れで無駄な努力をしないで済みます稼ぐために必要な質問には全て答えるサポート方針ならサポートを受ける価値絶大です私の時給1万円以上稼ぐスキルの全てを無理せず払える程度の金額で教えてもらえるわけです戦略づくりの手伝いが欲しかった 無駄な努力と経費。私は何をどうすれば稼げるのか、適当なアドバイスも得られずに試行錯誤しました。今のあなたが大した努力もせずに稼げる仕事を見つけて、それを突き詰めるのが成功率の高い稼い方です。私はそのための戦略づくりを最優先しています。特に強みが見当たらない。それが普通です。だから、 日本に住んで日本語がわかるという日本人なら当たり前のことが稼ぎの種になる輸出ビジ前スに取り組むわけです。私は初心者でも稼げるようにサポートしてきたから10年間物販サポートを続けることができています。アマゾンがオーストラリアでアマゾンプライムを開始しました。日本に住んでいるあなたにオーストラリアアマゾン副業で今の本業より稼ぐことができるチャンスをやってきます。 ここをクリックして、オーストラリアアマゾン輸出サポート申し込みページを見てください。儲かる商品の実例やサポートを受ける際の必要な費用、あるいはどんなサポートを提供しているかをご紹介しています。こちらをクリックしてください。以上、テンバーアカデミー。